関東省で新しい自家熱患者が海外からまた1名増えました。関東省衛生計画生育委員会が発表しました。ロイター社によると、中国銀行はイタリアから中国大陸への非合法資金送金に協力し、告訴されました。イタリア中央銀行が中国銀行イタリア支店を全面的に検査します。 前年度、中国のオーストラリア不動産投資の金額は倍以上増加しました。現在、中国不動産投資家は、オーストラリアへの投資はアメリカの次、第2位の市場としています。アリババのタオバオインターネット通信販売は、4ヶ月後にバーチャルリアリティによるショッピング体験を実施します。 消費者たちはバーチャル空間での買い物を体験します。このリアルな体験により女性たちの買い物衝動がもっと高まるでしょう。中国男の財布が空っぽになりつつあります。